はいどうも、ゆうじでーす。今日はこちら、温泉娘受賞自体というお話でございます。え、温泉娘といえば、ここ最近ですね、ついェミたちから、 言われのない難癖をつけられまして、非常に話題になっておりましたが、その影響があったかどうかはわからないんですが、今回ですね、スポーツ文化ツーリズムアワードの受賞を辞退したというニュースが入ってまいりました。今回はそちらのご紹介でございます。よろしければ最後までお付き合いください。タイトルの方が、えー、温泉娘スポーツ文化ツーリズムアワードの受賞辞退、性差別指摘で物議というタイトルになっております。温泉娘プロジェクトの運営会社、 エンバウンドがスポーツ文化ツーリズムアワード2021の表彰を辞退していたことが分かった j キャストニュースの2021年12月1日の取材に観光庁が明らかにしたアワードは観光庁とスポーツ庁文化庁の3庁が合同で主催するものでエンバウンド社は特別賞の新しい観光賞に選ばれていた ちなみにエンバウンドという名前なんですけれどもエンタメの力を使ってインバウンドを促進するために設立されましたというところなんですねエンタメの「エン」と「インバウンド」の「バウンド」を合わせて「エンバウンド」という会社名になっているようですこういった温泉娘などのキャラクターを世界中に発信することによってその魅力を その温泉地などの魅力をより多くの方に伝えて日本にたくさんの方に来ていただこうというのがこのエンバウンドという会社の目的のようです山頂は10月29日42件の応募の中から温泉娘プロジェクトを含む計10の受賞団体を決定したと発表していた。同プロジェクトは 温泉地をモチーフとしたキャラクター温泉娘のアニメや漫画などを活用して若年層やクールジャパンコンテンツを好む外国人観光客の誘客に取り組んでいる、まあ、日本がね海外に誇れるものの中の一つとして今やっぱり強いコンテンツとしてはアニメっていうものがかなり強いもんですからやっぱりそれを利用しない手はないっていうことなわけですよねしかしスカートめくりを好んだり余倍を期待したりするようなプロフィールが記載されたキャラクターをめぐり SNS 上の一部のアカウントから性差別で制作主女性蔑視だなどと批判する声が上がっていたあー一部のねはいついフェミとかあとはついフェミとかそれからついフェミとかですかねそれとあと2頭ユメノさんとかその辺りですかねほらついフェミがねこういちゃもんつけたい気持ちはわかるわけですよこう バチバチとね、内ち毛場が始まっちゃってそれの矛先をずらすためにこっちの方に喧嘩ふかけてきたっていうことなのでこれはまあね、まあそういうので利用したくなる気持ちはわからなくもないんだけれどもまあそのイチャモンの付け方が良くないよね何かって別に性差別でもなければ性作種でもないしましてや女性蔑視でもないわけですよ確かに一部誤解を受けそうな不適切な表現っていうのはあったかもしれないでもそれも あの修正したわけですよ修正もしたしましてやその部分って別に女性蔑視してたわけでもないし女性差別してたわけでもないし政策をしてたわけででもないんですよただ単に表現としてまあ卑猥な部分があるかもしれないっていうので不適切だったかもしれないよねっていうので修正をしてるわけですよただもともとはその温泉地だとかそこにあった歴史だとかそういったものを その正確に盛り込んだためにいろいろ少しね誤解を受けやすい部分ではあったわけです昔はそれでも OK だったっていう表現があってそれをなんとか現代風にやりくりしたらちょっと今のご時世には合わない部分がやっぱりどうしても出てきちゃった っていう話なんですねただそこはさちゃんと修正しているわけなのでそれはそれでいいんじゃないんですかと思うんですよだって誰かに迷惑かけたかっていうと今文句言ってる人の誰にも迷惑かけてないと思うもん。あの何でもかんでもさ性差別だ性策手だ女性蔑視だって言えばいいってもんじゃないのよ。俺はさむしろ逆だと思うの。逆に あの女の子が可愛いわけじゃないですかこういうキャラクターの女の子ってこういう子がいたらいいなっていう風な幻想とか夢とかを求めてしまっているだけであって別に差別ではないんだよねむしろ全く逆の意味合いだと俺は思うんですよその現実にはいないけれどもねこの2次元の中に架空の女の子がいてそこに自分たちが可愛いいと思うような要素をギュッと詰め込んだキャラクターを作ったっていいわけじゃない。 それが差別になんのかって言ったら俺はならないと思いますけどねじゃあ搾取してるって誰から搾取してるんですかって話なんですよこれを作って搾取された人がいるんですかって聞きたいですわただそういう風に言ってるだけでしょツイフェミが全く女性蔑視ではないんですむしろ憧れと尊敬を持って見ていると思っていただいていいと思いますけどね J キャススニュースが12月1日 観光庁観光地域振興部観光資源化新コンテンツ開発推進室の担当者に取材したところ、 ンンバウンドかから受賞を辞退する連絡があったたと明かしよ <laughs> 俺よく言えたなこれ観光庁観光地域振興部観光資源化新コンテンツ開発推進室これすげえな <laughs> 何この長いかの名。お覚えきれねえよおいあの東京特許許可局並みにひどいぞこれは <laughs> 11月30日に開催された表彰式にも参加しなかった 事態の理由や事態を申し出た時期などについては明らかにしなかったプロジェクトに対して批判的な声が寄せられていることについては事実確認中であるとした j キャストニュースはエンバウンドの広報担当者にも取材を申し出たが取材には応じないとして回答は得られなかった、まあ、実際今のつゆ芙美界隈との間でこの温泉娘との このへみとの間でのやり取りの中で法的措置にも出る可能性があるということなのでまあ、おいそれと取材には応じられないんだろうなとは思っておりますまあ、しっかりねあの温泉娘の,の言われないような、まあ誹謗中傷に関してはしっかりまあ厳正なる対象を取っていただきたいなというふうには思っておりますまあ、いろんな記事なんかねまあ,あの発言とか見てるとやっぱりこの温泉娘によって 観光地として、まあ、息を吹き返したっていうところもあるようなんですちゃんと活用してこのコンテンツを活用して息を吹き返した温泉もあるということなのでちゃんとこのコンテンツを利用することができた温泉地に関してはしっかりとね結果を出せているというふうに考えていいんじゃないかと思うんですよただねあの自分もちょっと温泉地と少し関わりがあっていろいろお話を聞く機会があるんですけれども 温泉地っててねもう利権にまみれてるんですよその源泉の権利だとかなんやかんや土地だとかねその他観光資源のその利権だとかいろんなものにまみれているのでなかなかね思うよううよに進まなないいっていうことなんですそれぞれの思惑がいろいろこう渦巻いていてなかなか一つの方向に向かって進むことができなくて非常に難しい状態でそれで意見が分かれちゃって仲違いえして結局何もせずに結局 結局さびれててていいいっっしまうっていうことがあるみたいなんですよちなみに私の知ってる温泉街なんか今現在そういう状態になっているんですね。まあ、とことはちょっと言わないんですけれどもまあ、その当時ちょっとバブルの頃にちゃんとした対策を打たずにこうやってしまったがゆえにそのまんまの状態になってしまったということらしいんですよ。で正直今更ねやろうとしても結局景気が悪くてそんなお金もなくてできないんだって。 っっっててていいいいう状態にななしまっているところも結構多いみたいなんですねだからもうすでに今の時点で手遅れになってるよっていうところも多くてまあ日知も察知もいかないところが結構あるっていうお話ですねただそんな中でまだ手遅れでないところに関してはこういったしっかりね温泉娘などのコンテンツを利用してうまく活用できたところに関してはちゃんと結果を出せるというような状態のようですだからね あのち毛場のね矛先をそらすためのスケープゴートに利用するのやめてもらえますかねって話なんですよ。その温泉地としても起死回生を図るためにこうかけてるところだってあるわけじゃないですかそれをね自分たちのさその矛先をずらすためだけのさそんな何打ち毛場なんてくだらないことやってるわけじゃないですかそんなもののために潰されたらたまったもんじゃねえよっていう話だと思うんです。あの人様にに迷惑かけずに内輪だ内輪でさ <laughs> 潰し合っっててればいいじゃんって話なのよ <laughs> でつゆェミの中でつぶし合おうがこっちにとっては別になんともないわけなのであのこっちみんなって話になると思うんです普通の人からしてみれば。いや本当にねあのいい迷惑でしかないのでこういうことはね二度とやめていただきたいというふうに思っております。 今後ね、あの、温泉娘に対する追肥みの誹謗中傷などに関しては、どうなんでしょうね。まあ、しっかり法的措置取られるかどうかはわかりませんけれども、ぜひね、そういった形でしっかりと対応していっていただきたいと思う案件でございます。まあ、今後どうなるかわかりませんが、しっかりね、見守っていきたいなというふうに思っております。皆さんはこの件どのように思われましたでしょうか何か思うところありましたら、ぜひコメント欄でコメントしていっていただけると大変嬉しく思います。あとはこの動画がいいなというふうに思います。 持っていただければぜひチャンネル登録をお願いいたします以上